本日の動画は、そうね、じゃあ一つずつ行きましょうか。私は茜さんの家に週4日通って料理や掃除をしてた。それは本当だったんだ。だけど10日くらい前、あ、そっか、もう12日前か、茜さんが突然いなくなったの。うん、12日前、2週間ほど前。事前に何か聞かされなかったのか。ええ、その日いつも通り家に行ったらドアに鍵がかかってて、中には誰もいなかった。あかねさんが急用で出かけたのかと思ったんだけど、次の日もその次の日も彼女は帰ってこなかった。うん、警察には届けたのか。いえ、実はね、ハワイ州は留学生のアルバイトが禁止されてるの。あ、そうなんだ。警察に届けたら不法就労がバレるかもって思って。じゃあ俺が茜さん家に行った時にはとっくに茜さんは姿を消してたのか。なのにあんたはあの家で何してたんだ。茜さんから最後のお給料をもらえてなくてね。それも1ヶ月分丸々。ああ、確かに。だからそれをもらいに入ったの。お金の保管場所も玄関マットの下にスペアキーがあるってことも茜さんから教わってたし。なるほどね。そこに偶然春日さん、あなたが来たってわけ。ならなんであの時正直に言ってくれなかったんだよ。こんな事情を説明して誰が信じるっていうのよ。まあそれはそう。まあ確かにな。警察に突き出されたら終わりよ。不法侵入に窃盗罪だから、何が何でもあなたを追い出す必要があったの。それで俺にしこたま酒を飲ませてビーチに転がしたのか。そういうこと。だからって何も身ぐるみ剥ぐことねえだろう。俺は逮捕されて無所に行きかけたんだぞ。それが狙いだもの。結果的にあなたは自分のことに精一杯で私どころじゃなくなったでしょ。まあそこは頭がいいな。えげつねえことするな。じゃあなんで第五地区に潜り込んだんだ。それはなんだよ、黙るなよ。これから言うこと誰にも言わないって約束してくれる。約束しろだ。どこまで涼しいんだよ。まあ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 、聞いてあげようよ。約束する。おい、とりあえずね、千歳ちゃんにはめられたこととこの子に守りたい秘密があるってことは別々で考えようぜ。まあそれが一番よ。今は事情を知ることが先決だ。だろ。なんだよ、お前にそう言われると部外者の俺は何も言えねえよ。確かに部外者だったな、お前に言えば。ありがとうな。あ、部外者じゃなかったらしいです。すいませんでした、ごめんなさい。ってことで約束は守る。話聞かせてくれるか。わかった。本当に誰にも漏らさないでよね。ええ、口の硬さだけはおやすさんに褒められてたんだ。ん、まあいいよ。第五地区に逃げようとしたのはね、うちの実家が関係してるの。実家。実家、日本のかい。ヤクザの娘か。富士宮って知ってる。富士宮。いや知らねえな。おい、富士宮って言ったら旧財閥系の名家だ。へえ。やっぱり知ってるよね。春日さんみたいな人ばかりだったらよかったんだけど。そりゃ気の毒に。で、私はその富士宮家の長女なの。はいはいはい。今のところ跡取りの筆頭候補。まあそうやろな。つまりとびきりの箱入り娘ってわけか。簡単に言ってくれるね。でもまあそういうこと。まあそういうことではある。名家なんて言えば聞こえはいいけど、まあがんじがらめのガチガチって感じか。富士宮っていう看板を守るためならどんなことでもする。まあそうやな。狂った人たちの集まりよ。そうやな。看板を守るか、ヤクザと似てなくもねえな。
春日さんの口から私のことが警察に伝わって、もし家にバイトのこととかがバレたら、そう思ったら私怖くて。第五地区がヤバい場所だってことは知ってた。でもここに潜り込めさえすれば身分を隠せて警察も手が出せないってことも聞いてたから。なるほどね。だから春日さんを酔いつぶした後すぐに第五地区に逃げ込むことを決めたの。入るにはパスポートがいるっていうのも噂で聞いたことがあったから。なあ、俺の身ぐるみを剥いだのはパスポートを取りたかったって理由もあったのか。そういうこと。なるほどな。理由は分かったけどよ、危なっかしいことするな。確かに危ねえな。必死だったの。こう見えて結構後悔してるのよ。ほんまか。それにしてもよ、お前がそんないいとこのお嬢さんならたかがバイト代1ヶ月分なんてもらえなくても放っておきゃよかったじゃねえか。まあでもよくしてくれた人だったらな、助けたいっていう気持ちが先行しちゃうからな。金持ちが金持ちになる理由って何だと思う？知らねえよ。ケチだからよ。俺をはめた理由は分かった。はいはいはい。なぜバラクーダに追われてるのか聞かねえとなって。話を聞く。あんたが春日をはめた経緯までは分かった。うん。なら確か追われてる現状。こんなところに私みたいなのが入ってくるっていうのは珍しかったらしくてね。うん。第五地区に入ってすぐここのボスのところに連れて行かれたの。うん。ボスってバラクーダのボスかよ。そう。で会ってみたらなんか気に入られちゃって。ほう。なんざらでもねえ面しやがって。それで私ボスのアジトに囲われることになったの。囲われることに。囲われ。まあその後何が起こるかは想像つくでしょ。まあね。私も家に知られるよりはマシ、そう思って覚悟決めてたんだけど、拍子抜けでね、何も手を出されなくて。逆にショックだったみたいな。だけかもしれないけど。反応しづれえよ。部屋をあてがわれたんだけど、そんなわけで退屈でさ、部屋から出るなって言われてたんだけど、こっそり抜け出して探索したのよ。そしたらボスの書斎にこれを見つけたの。お？あかねさんのデータか。これあかねさん？これにはあかねさんの基本的な情報が書かれてる。うん。住所や電話番号、身長や顔の特徴。おい、この資料ヤマイも持ってたぞ。そういやヤマイもあかねさんを探してたな。どういうこって、なんでマフィア連中がこぞってあかねさんを狙ってんだ。わからない。だけどこの資料を見つけたのは書斎のゴミ箱の中よ。ゴミ箱の中。この資料は用済みになったってことでしょ。それってすでにバラクーダがあかねさんを見つけたってことじゃない？それで私、もしかしたらあかねさんが近くに捕らえられてるかもって思ったの。だからこっそりこの地下のいろんな場所を探ったの。けど途中で手下に見つかっちゃって。まあそうだよな。え、なんでこんな追われてるんだろうね。まずその理由が分かんない限り、なんか他のやつのぶっ飛ばす計画にもなんないよな。でも合流できてよかった。あなたたちも追われてるんだし協力しない？出口までのルートは案内できる。春日さんたちはボディーガード担当ってことでどう？勝手に話進めんじゃねえ春日。お前がどうしようが俺は行くぜ。バラクーダのボスにこれまでのけじめつけに来たんだからな。ローマンがくたばった以上。確かにローマン死んじまったな。そういえばキリュウさん、お前が決めろ。よし。けど出口じゃねえ。話聞いてた？何？この人の事情に合わせるってこと？ちげえよ。あくまで俺が俺のために言ってることだ。あかねさんは俺のお袋かもしれねえんだ。だから放っておけねえ。それだけだ。うん。戻るのが怖えなら道順だけでも教えてくれねえか。本気で言ってんの？ああ。私だってあかねさんを心配してる。あかねさんが雇ってくれなかったらとっくに私ホームレスになってた。確かにバイト禁止だからな。とはいえ死んだら元も子もないから。
やばくなったら退却するわよ。いい？それで構いません。オーケーだ。よろしく頼むぜ、ちーちゃん。ちーちゃん。何それ？千歳だからちーちゃんだよ。春日さんってモテないでしょ。なんでわかるんだよ。まあいいわ。よろしくね、一番。おお。ついてきて。一番呼び女の子、いいね。こんにちは。ちーちゃん。お、格闘経験あるのかい？いや、俺もなんかちゃんとしたキックボクシングとか習いたいんだよな、ガチで。なんか月会費5000円ぐらいで行けるとこないかな、近所で。よし。え、ちーちゃんからスタート？マジ？ちーちゃん何をってんの？ウォームアップ、敵単体、味方範囲、あ、範囲回復、単体の組み技、モデルポーズ、MP は61、HP もそこそこあるな。バランス型の格闘僧侶タイプみたいな感じかな。Shall we dance?いや、金質ボーナスで硬いな。さすが屈強な男。タイヤスローイン。はい、オッケー。両弾危ね。あー、なるほどね。ちょっと待てよ、オーナー。ちょっとどいて。オッケー。意外と強いな、ちーちゃん。バックアタックならガードなんか関係なしと。お、なんか非常用ブザーでも置くのか。ポチッ。お、え、セキュリティアンレーザーに触れたらタジはすまねえとか。よ、突っ込むタイミング間違えるなよ。え、マジで言ってる？こんなバイオハザード的な。よいしょ。お前らは大丈夫なんかい。いやー、しかしこいつはまず攻撃でしょ。こっち何もないんかいと思ったらなんかアイテムがあるわ。いや、これだけ、これだけのためだけに俺ここ通ったの。これは隙間がいて。気ぃつけろよ、カスガ。そんな調子じゃ身が持たねえぞ。下手に立ち止まると危険だ。タイミングを測って一気に抜けろ。よいしょ、ちょっとアイテムが欲しいんです。よいしょ。よいしょ、安全ブローチ。あいつ、向き変えるだけで、もうこういうゲームあるある、向き変えただけでちょっとそっちの方向に一歩進んでしまうっていう、これ。はい、危な。いて。え、これどっちだ。あ、痛い。こう。いや、なんかしょうもねえアイテムばっかだな。なんか痛い痛い。タイミングをよく見て今です。痛い。違うのかい。うん、いいね。ちょっと下手くそかもしれん俺これ。痛い。いけるじゃん。あ、開いた瞬間突っ走るか。だからこれが終わってこうなって、オッケーオッケーオッケー。はい、ここもオッケー。はい、ここもオッケーと。はい、またしたな。
ここ熱い。これ無理やりいけるくない？ちょっと待って。頑張れば無理やりいけるやんこれ。よいしょ、こっち行っといて。はい、オッケー。ちょっと待って、なんかアイテムがこっちにあったんだよな。わーお。熱い。開けてみるか。はい、開けてみる。開いたぜ。サイバーチョーカー、なんだそのサイバーチョーカーってやつは。オッケー、ほな行きましょうか。おお、ザ・バイオハザードって感じだけど、熱っ。こっちかな。頭チリチリになんないこれ、大丈夫？これはね、ここです。 OK。 はい、まずここがあって、はい、一気に駆け抜ける。はい、まだ強くなれるだよね。よしで、草刈り鎌。セキュリティエリア。ちょうどよし、じゃあ一旦ヒールしといて。第4章はザ・ファイトって感じの章だな。なんで